お集まりの皆様、そしてギャオをご覧の皆様、こんばんは。 M1 グランプリ2021決勝進出者発表会見、 MC の麒麟川島明です。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。さあ、まさに先ほどファイナリスト9組が決定したばかりでございます。こちらのステージで先ほどまで準決勝が行われておりました。本当に私も一から見させてもらいましたけども、全員が受けておりました。その中でも9組が、さらに爆発をしていたと。ただただ今日のコンディション最高だったという素晴らしい9組の皆さんにこの後出てきていただきます。まずは発表の前に、ご存知かと思いますが、 M1 グランプリ2021についてご説明いたしましょう。2015年に復活した漫才日本一決定戦 M1 グランプリ、出場資格はコンビ結成15年以内、プロアマ問わず、今年は史上最多の6017組の漫才師がエントリーいたしました。8月1日に始まった1回戦を皮切りに、全国各地で4ヶ月にわたる激戦が行われ、ついに先ほど決勝戦へと進むファイナリスト9組が決定しました。決勝戦はこの9組と敗者復活戦を勝ち抜いた1組の計10組によるファーストラウンド、そしてファーストラウンドの上位3組による最終決戦を制した1組だけが賞金1000万円と漫才日本一の称号を手にします。そんな M1 グランプリ2021は12月19日日曜日夜6時34分から ABC テレビ、テレビ朝日系列、全国ネットで生放送。司会は今年も今田耕司さん、そして上戸彩さんです。さらに敗者復活戦もテレビ朝日のお隣、六本木ヒルズアリーナで午後2時55分から一部地域を除く全国ネットで生放送いたします。司会は今年も陣内智則さん。決勝戦最後の切符を手にするのは一体誰なのか、こちらも目が離せません。それではお待たせしました、6017組による厳しい予選を勝ち抜いたファイナリスト9組を発表いたします。つい先ほど行われたばかりの決勝進出者発表の瞬間を皆様にはご覧いただきながら、一組ずつ登場していただきます。漫才頂上決戦 M1 グランプリ2021ファイナリストはこの9組です。エントリーナンバー3107番、インディアンス。決勝戦3回目、インディアンス。エントリーナンバー76番、真空ジェシカ。そして初の決勝、真空ジェシカ。635、モグライダー。初の決勝、モグライダー。エントリーナンバー3355、ユニバース。そしてユニバースの2人です。エントリーナンバー4141、ロングコートダディ。初の決勝です、ロングコートダディ。エントリーナンバー2372、オズワルド。決勝戦3回目、オズワルドの2人です。エントリーナンバー3761、錦鯉。2年連続ファイナリスト、錦鯉の2人です。エントリーナンバー6、モモ。ちょっと強いです。明日の決勝です、モモのお二人です。エントリーナンバー3033、ランジャタイ。明日の決勝です、ランジャタイ。ファイナリストになります。12月19日決勝当日は最高の舞台を用意してお待ちしております。皆さん、最高の漫才を披露していただいて、全国を沸かせていただき、笑ってやりたいけれどさあ、5組が初の決勝という素晴らしい舞台になりました。ということで M1 グランプリ2021ファイナリストは以上の9名となります。おめでとうございます。9組の皆様、誠におめでとうございます。それではまずはファイナリストの皆さんに今の率直な気持ちを教えていただきましょう。感染拡大防止のため3組ずつ順番に舞台へ上がっていただきます。それではインディアンス、真空ジェシカ、モグライダーの3組登壇してください。
はい、マスクを取っていただいて十分な距離を空けていただきまして、それではまずはインディアンスのお二人です。おめでとうございます。ありがとうございます。すいません、おめでとうございます。さあ、ドヤ顔が止まりません、ね。はい、ここ立てるの嬉しいなっていう、まあ、昨年はちょっと準決勝で涙の敗退、そう、ね、はい、そうやったんです。はい、だストレートで行くのがまず目標やって、そうですね、はい、それが叶ったんで、はい、だいぶ嬉しいです。そうですね、ちょっと寒空の下、昨年は戦って敗者復活でのトップバッター、敗者復活の時に僕この舞台上で半袖やったんですけど、はい、まさかのツイッターのトレンドに入るのが陣内寒そうっていう陣内さんのが寒そう、陣内さんの半袖だったんですけどね。そうなんですよ、昨年の決勝の第一戦かゆいでしたからね体が急にあったくなった、あったくなった、かゆいという非常にリアルなつかみでございました。ありがとうございます。さあ、今の率直なお気持ちは。いや、もうちょっと、もう今年1年はキムともう、ま、マジで優勝しようぜ。いや、素晴らしい。もうその約束して頑張ってきたんで、もうむちゃくちゃに嬉しいです。嬉しいという言葉しか知らんからこの言葉使いますけども、もっと他に知ってたらいい言葉あったら教えてくださいよ。いや、ほんまに、ほんまにです。ほんまにだそうです。ほんまになんですよ。これぐらい嬉しいということです。嬉しいという言葉は以上に嬉しいということです。でも嬉しいということしか知らないっていう。そうなんですよ、もういかんせん僕はバカなんでね、嬉しいという言葉以上に嬉しさを伝えれる言葉があったらね、教えてください。教えていただきたい。いや、ほんまに、もうええわ、もうええって、ずっと喋ってちょっと漫才みたいになっちゃいました、ね、あんま自分で言わ、大阪人がね、大阪人2人寄ったら漫才っていうことでございます。そしてキムさんの方はマスコミの方ご存知ないかもしれません。知ってるやろ、知ってるやろ横におんねんから知ってるでしょ。失礼いたしました。キムさんの方は今年ですね、ほくろを取りました。はい、すいません。いやいや、そんなんで拍手やめてください。玉城さんも実はですね、はい、吉本の劇場の、はい、その日は3回出番があったんですけども、はい、1回目と2回目の出番の間に取りました。はい、空き時間にほくろを取った、はい、2回目のステージほくろなかったです1回目あったんですけど、はいはい、ダウンタイム中に、そう、ね、2回目はダウンタイム中に、はい、中ですけども、いや、もう今年はもうストレートでいきました。そして準決勝見てましたけど、はい、大爆発でございます。ありがとうございます、はい、これはもうほくろの次は M1 を取るしかないんじゃないか。あ、すいません、なんか言わせたみたいで俺やった、そのほくろの、ほくろの話は俺やった。お前なんや、すいませんじゃない、意外とこうへんから。いやいやいや、マイク持ってるから、もっとカットいかんと。いや、そうですねということで、インディアンスお二人、はい、まあ、特に決勝、そして優勝を目指して、はい、優勝したいです、頑張っていただきたいと思います、はい、大きな拍手を送ってください。ありがとうございます。おめでとうございます。そして初の決勝進出、真空ジェシカのお二人です。おめでとうございます。真空ジェシカです。はじめまして。素晴らしいですけども、さあ、何から触れればいいんでしょうか。すいません、だいぶ大渋滞しておりますけども、はい、失礼します。川北さん、はい、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いや、でも初めてこの準決勝に来るのも僕初めてだったんで、はい、このそのまんま決勝に行けるわけないってちょっと思ってたんで、これすごい嬉しいです。あ、至って真面目なコメントをされすごい嬉しいです。見た目立ってないから、あ、はい、嬉しい。出てる、イルカ、イルカ出てる。あ、すみません、さっき待ち時間にエクセルいじってたらなんかイルカ出てきちゃって、出てきちゃった、消し方わかんない、ついてきちゃったんですね。あ、すみません、消し方同時ですいません、ついちゃったんだ、イルカがね、申し訳ございません。ただそのイルカはわかるんですけど、マスクの方もですね、あれ、ちょっとイルカで隠れてるんですが、文字がずっと流れてるんですけど、 なんて書いてあるなんて書いてるんですか。もっと猫らしくありたい、うん、もっと猫らしくありたい。すいません、これジガニャン。あ、ジガニャンでした。すいません、ジガニャン。猫のジガ、ジガ強い、ジガニャンです。ジバニャンじゃなくてジガニャンということでね。ジガニャン流してました。私は一応芸歴22年なんですけど、こういうことするやつほど不安なんです、本当に頑張ってます、いろいろ武装してくるんです。ただ準決勝爆発してました、お二人、うん、ありがとうございます。ガク、はい、さん、今のお気持ちは。いや、そうですね、僕すごい、言うとしたら僕ガクさん、ガクさんですよね。あ、僕がガクです、ガクさんです、すみません。ガクさんからちょっと一言をいただいて。いや、人力車で決勝進出がアンタッチャブルさん以来なんです。あ、そうですか。もう2000、他誰かいた、はい、ウイロープリンさん。ウイロープリンさんは一回も決勝に出れずに去年解散したんで、悲しいです。まあ、ここで名前言えてよかったですね、じゃあね、ウイロープリンの名前はよかったです。人力車になるとしてでも、はい、トロフィーを持って帰りたいなと思っております。久々のトロフィーを、はい、さあ、そしたら川北さんからも一言お願いします、はい、そうですね、まあ、ここまで来れたんで、はい、
このまま、あのこのままの勢いで、はい、あの優勝狙いたいと思います。自分もう一度鏡を見た方がいい。今の仕上がり分かってます。まだ消えてないですか。消えてないですね、イルカさんがね。勝手が分からず、はい、すみません。決勝までに。決勝では絶対やらないでください。決勝までに、はい、怖い大人がたくさんいますから。消したいと思います。真空ジェシカのお二人に大きな拍手を。素晴らしいです。ただ爆発しておりました。そしてこちらも初の決勝です。モグライダーのお二人です、はい、おめでとうございます。さあ来ました。さあ柴さんから今のお気持ちを。あ、すいません、本当にあのお待たせしましたという。本当にお待たせしました。なんで、すいません、お待たせしすぎたかもしれません。お待たせしすぎたかもしれません。はい、ずっとみんなに応援してもらってた、はい、あの自覚はあったんです、はい、ただそのね、答えられ、ちょっと照れちゃってたのかな、僕たち今まで。ちょっとウブでしたね。ちょっとウブだった。ウブでしたね。はい、今年は本当に真摯に向き合いまして、はい、しっかり構成したので、はい、ここまで来れたと思ってます。はい、本当にあの嬉しいです。もうこれ以上ないぐらい嬉しいです、今のところ。はい、そうですね、決勝進出発表の時も大きな拍手が周りの芸人からも起こってました。いや嬉しかったです。もう本当に周りもそうですし、連絡いただいたり、はい、本当に誰か分かんない人からも連絡いただいたりしたんで、その人ごめんなさい、なんとなくぼんやりで返事してる方、あなたのこと僕誰だか分かってないでありがとうって言ってます。すいません、その人。そういういや、ファイナリストってそういうもんなんです、はい、そういうもんなんですね。さあ、ともしげさんからも一言。はい、僕がモグライダーって名前つけたんですよ。このはい、そのせいで、すいません、そのせいで、あの地下に潜ってた時期が長かったと思うんですよ。はいはいはい、なるほど。だから地上にこう、はい、モグライダーが出るぞと、はい、いうことを考えておりますので、はい、ということを考えているという。どういうことですか。決意表明。決意表明。そうですね。はい。はい、少しでも多くの方にモグライダーを知っていただけるように頑張りたいと思います。はい。あとですね、あとは長あとですね、魔石芸能者なんですよ。そうですね、魔石芸能者。僕たちはそれこそナイツさんが行ってから、はい、魔石芸能者からは誰も行ってなかったんで、はい、それこそ審査員でもいるし、違う、花間さん、あのちょっと電波隣の列のやつ言っちゃったんです。はい、魔行から検索したんですか。いや、はい、とにかく嬉しいんですけど、とにかく嬉しいのは伝わってますよ、はい、でも僕が調子に乗ると、はい、面白くないっていうのは花輪さんとかもそれ芝君にも言われてますし、はい、いろんな人にちょっと言われてるんで、調子にだけ乗らないようにこの期間を過ごして頑張っていきたいと思います。多分今長時間調子乗ってますよね。ありがとうございます。どうですか柴さん。はい、違うんですよ。ちゃんと言ってくれる人がいないすいませんです。いや、浮かれていいんです。今夜は浮かれていいんです。今日だけはちょっと浮かれていただいて。いやいや、もう本当にもう待望のモグライダーでございました。はい、決勝も爆発してください。大きな賞。ありがとうございます。頑張ります。いや、おめでとうございます。さあ、それでは3組の皆さんは元通り椅子の方に戻っていただきたいと思います。あ、こちらからですね。失礼いたします。はい、どうぞ。おめでとうございます。さあ、それでは続いての3組をお呼びしましょう。ユニバース、ロングコートダディ、オズワルドの3組です。おめでとうございます。ご登壇ください。さあ、吉本の3組でございます。さあ、まずはユニバースのお二人、おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、母さん、はい、もう母さんは常々、はい、M1 を優勝して辞めてやるんだという発言がありました、はい、また辞める機会をいただけました。矛盾してるんですけどもね、各編に入りました。あとは10分の1を当てるだけ。10分の、あ、もう運なんですね、ここは。ここからは運です。皆さん知らないでしょうけど、あれは運ですよ、はい、あ、実力じゃないんですね。もうここまで来たら運。ここまで来たら運です。皆さん面白いです、はいはい、誰をマークするとか誰がすごいとかそういうことではないです。とにかく運です、はい。ちょっと運ですよ、運。だって運はでかいでしょ。運はでかいんですけども、はい、でかいと思いますんで、はい、もう本当に、今まではその運でね、例えばいい順番とか引くために、うん、前その3回戦、まあ、2回戦からかな、予選会場を掃除して帰ってたりもしてた時期もあったんですよ。徳を積むためにですか。徳を積むためにやってたんですけ ど、はい、まあ、2018年散々それだけやって死ぬほど滑ったんで、もう今年は一切徳を積んでおりません。フラットな運で勝負したいと思います、はい、今変な空気になってるのは伝わってますか、ね、伝わってます。伝
間差で伝わりました。時間差で分かってる。時間差で伝わりました、はい。まあ、ちょっと変なスイッチ。とにかく頑張りたいと。とにかく頑張る、はい。原さんにも一言。はい、決勝行かせていただいてありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。原さん、はい、はい、今のお気持ちを。川瀬が優勝したら辞めるんですけども、もう私も辞めてやろうかなって思ってます。はい、原ちゃんも辞めちゃうんですか。優勝したらあのお金もらって、はい、退社する。これが本当のことぶき退社ではないでしょうか。あ、ちょっとやめてください。やめてください。勝手なもんね。閉めて。今引退したんですか。山口百恵スタイル。あ、もうあと何も喋らないんですね。すいません。僕も初めて聞きました、ね、初めて聞きました。ただもう原ちゃん、はい、M1 グランプリでやっぱり女性がトロフィーを持ったことがないんです。あ、確かに。ここはやはりもう、はい、もうここは誰よりも先にトロフィーを触りたいと思います。触りたいということですね。はい、すいません。ちょっとギリギリ会話にならないと。ならない。ちょっとユニバースやりにくいかもしれないけど。そうです。僕も会話になってなかった。いや、かかって、いや、もう本当ね、報告いただいたところで今テンションが上がりきってるところなんで。そうですね、はい、はい、もうバーンと爆発して優勝して、きっぱりこの世界やめていただきたいと思います。頑張ります。自分で言ってても意味わかんないですよ。いや、でも準決勝大爆発でございます。決勝戦も頑張ってください。おめでとうございます。ユニバースのお二人です。そして初の決勝、大阪からロングコートダディのお二人です。ありがとうございます。いや、準決勝までは何とも来てるんですけども。はい、そうです ね、準決勝3回目でやっと行けることができて、はい、うん、で今回初めて、まあ、決勝に行かせてもらって、うん、まあ、初決勝ということでもっとチヤホヤされると思ってたんですけど、はい、初決勝の人がちょっと多すぎて。あ、そうですね、まあ、ちょっと言い方はちょっと悪いんですけど、うん、だるいですね。悪いですね。言い方が悪いですね。で、大阪からも僕らの、うん、結構後輩のモモっていうコンビもまた。あ、モモね、この後出てきます。はい、言い方ちょっと悪いんですけど、はい、薄れるからお前ら来んなや。悪いね。言葉が悪いですね。頑張ってたよ、モモ。はい、でもほんまにすごいメンツやと思います。いや、そうもう週4ぐらいでなんかお笑いライブに通ってるお笑いファンが高熱の時に見る夢みたいなメンバーですね。まあ、確かにカオスですね。分かりづらいんです。混沌としたメンバーでございますけどもね。はい、さあ、うさぎさんからも一言。あ、はい、いやー、そうですね、ちょっと、まあ、不安な気持ちもめちゃくちゃあるんですけど、いいえ、はい、さっきインタビューをですね、受けましてて、で、皆さん受けてて。あ、そうです、密着のね。密着のやつ、そこでちょっとね、はい、結構滑ってしまったので。え、ちなみにどう、はい、どういうくだりがあったんですか。あ、M1 の決勝に向けて意気込みをお願いしますということで、はいはい、優勝しまーすみたいなね、ちょっとだいぶ滑ったんです。 M1 ワンワンワンって言ったんですよ。え、どういうことなんていうの、はい、もうほんまにおえつ入ってたんですよ、カメラマンの方が。カメラマンが吐きそうになったんですか。滑りすぎて、それをちょっとね、決勝でなんとか取り返せたらなと思いますので。密着流された命取りですね。それもね、ちょっと担いでいきたいと思います。いや、もうこれも頑張ります。準決勝バカ受けでございました。決勝でも爆発してください。はい、ロングコートダディのお二人です。おめでとうございます。ますそして決勝出場3回目、はい、オズワルドでございます。おめでとうございます。いいですね。もう3年連続決勝進出になるんです。すごいですよ、本当に。もう自分のことのように嬉しいです。自分のことですよ。はい、はい、すみません、畑中って、はい、その知り合いが多いとボケるんですよ。うん、究極の内弁慶なんで。本当にやめろ。ずっと地下ライブとかで一緒だったメンバーがめちゃくちゃ多いんで。今日ね。はい、だから非常に安心しているので。すごく楽しみです。今日はお友達が多いということで。そうなんです。昨日ですね、はい、直前のライブで、はい、わらふじなるおさんの主催のライブで、僕らと、はい、錦鯉さんとモグライダーさんがゲストで出させてもらったんですよ。その3組が決勝行って、はい、なんとかわらふじなるおさん追加合格でいけないですかね。あ、いけないなんとか。主催者が来てないですか。主催だったんで。主催者だけ消えてるんですね。あと結構吉本からしたらグレーなライブなんであんま言わない方がいいですか。不安の吉本からして申し訳ないです。これじゃ珍しい。お二人はなんかツイッターとかでも前日になんか出れるライブがあったら出してくださいみたいなことを言って、ツイートして見事見つかって出たんですけど、しっかりマネージャーさんに話出るぐらい怒られてるんですよ。そうですよね。しっかり闇ですよね、それ。しっかり会社を通して。でも伝説のライブになるかもしれません。そのそうですね、前日のライブね。その出順が、去年もマジラブさんの後で、そうだ、で純潔おいこがさんの後だったんです。そうですよ。でその前もミルクさんの後で決勝、ミルクボーイのね、後で純潔トムブラウンさんの後で、もうぐちゃぐちゃの中、はい、で今年
あの1個前がモモだったんですけど、そう始まる前にエゴサーチしてたら、はい、モモは決勝確定ってなってなんかあ、オズワルドの前はもう決勝っていうジンクスが すげえなんか嫌な役割になってるなっていやでも絶対ついていくからオズワルドは。そうですね。で元をたどったらもうなんでこんな手順になるんだろうと思って遡ってたんですけど、6年前ぐらいに謎の営業で電撃ネットワークさんの後にネタやったことあるんですよあれが一番きつかったですね。面白いですよね、はい、電撃ネットワークさん その話をツイッターでしたら電撃ネットワークの方がいいねを押してましたもんね。いいね押しました、はい、すいません、電撃ネットワークさんありがとうございます。ありがとうございます。電撃ネットワークさんの分まで頑張ります。オズワルドです。おめでとうございます。おめでとうございます。それでは3組の皆さんはご登壇ください。おめでとうございます。さあそれではラスト3組でございます。錦鯉、モモ、ランジャタイの3組です。おめでとうございます。いいですね。あ、ちょっと順番あんまりそこで抜かすとかないですよ、はい、さあそれではまずは錦鯉のお二人です。おめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。2年連続マイナリストということになりました、はい、今のお気持ちは。そうですね、あのちゃんと調べたわけじゃないんでちょっとまだちょっとわからないんですけれども、はい、今までの M1 グランプリのファイナルで、うん、もしかしたらですけど、はい、50代初めてなんじゃないですかね。僕が50歳。そうか、昨年49歳。そうなんですよ。ギリギリ40代出て50歳でのファイナリスト。ええ。一人でずっと最年長記録を伸ばしてるんですよ。自分との戦い。自分とですよね。去年の自分を超える。ついに50が出ましたか。50歳。セルギーブブカのやり方で。ブブカのやり方。ブブカのやり方。敵は自分だということ。敵は自分だっていう、ね。超人と言われた男ですからね、ブブカは。そうですね、だからあの今回の僕らのテーマと僕のテーマとしては、はい、あの50歳からの伸びしろあこれをテーマにやってきたんで素晴らしいですよ、ぜひね今回頑張りたいなと思いますね、はい、本当に多分長谷川さんとキングカズだけですよ本当そういうこと言って挑戦か日本を引っ張っていきたいなと思ってます、ね、いやでも本当に昨年おじさま方に勇気を与えました、はい、さあそういった点で渡辺さん今のお気持ちは。ありがとうございます、はい、本当に嬉しい。もう去年より嬉しかったですね。あ、そうですか。やっぱりちょっと今年の方がプレッシャーはあったんで。ありましたね。ちょっとありましたんで、うん、本当に嬉しかったですね。準決勝まさか50歳の相方連れて決勝行けるとは思ってなかったんで。いや、ネタも見てましたけど、50歳の方の後頭部あんな叩かれてるの俺見たことないです。そうですね。はい。手が腫れてきてるんですよ。通覚がないのかぐらいネタを続けておられましたけど。すぐアイシングしたいと思う。もう本当 M1 グランプリさんが許す限りね。あと。あ、ラストイヤーいくつだっけ。56歳、そこまで頑張って出れれば。56まで優勝は引っ張りたいというそうですねところですよね。はい、頑張りたいと思います。でも最年長優勝者になっていただきましょう。頑張ります。錦鯉のお二人です。ありがとうございました。おめでとうございます。さあ、こちらは初登場、初決勝ですね、モモのお二人です。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。一言だけでいいですか。もちろんです。反射ではありません。反射ではないですね。大丈夫、安心してください。もう安心してください。テレビで使ってください。テレビで全然大丈夫です。はい、よろしくお願いします。どちらも違うジャンルの反射に見えます、ね。僕も見えます。あ、これはこれでというところあるんですけども、さあ、守さんから今のお気持ちを。まもるさんの方から一言いいですか。はい、嬉しいですね。いや、ほんまに。いや、僕も嬉しいしか出ないですよね。嬉しいじゃん。嬉しいの。そうですよね。ちょっと嬉しい以外の言葉成人式で調子乗って前に出てきたやつそんな市長の前から出てきたやつやってないですよ。前出て喋ることなくて下がってないんですよ市長で市長のマイク奪ったもののみたいな奪われるものの何もなくて何もなかった人みたいな反射ではあります。おい反射ではあります未来のね未来の反射という声もありますから。いや嬉しいという気持ちでも決勝あ準決勝ね大爆発してましたけどもあの時手応えというのはいかがだったんでしょうか。まあいいかなとは思ってたんですけどもうでも最後発表されるまではもう不安でもうずっと言いたかったです。安心はしてなかったという安心はもう何にもないですね。これは攻めるさんはいかがですか。じゃあ攻めるです。守ると攻めるですからね、はい、守ると攻めるでモモです。攻めるさん、僕もまあ自信は、まあ、ありましたけど、うん、
まあ、発表されるまではちょっと心臓はトク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 なってましたね。トクトクですね。ドキドキでいいんですけど。トク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 なりません？トクトクは脈拍の方ですかね。トク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 なって、うん、はい。まあでもエントリーナンバー一桁なんで僕ら。6番。6番っていう、これが史上初らしいんで。あ、そうですか。はい。まあちょっと M1 にはまあちょっと刻めたかなっていうので。そう。まずは一桁で、はい、もう負けてもいいです。よくない。よくないね。勝つねそれは。なんで負けて？普通に。負けてやの。赤赤。普通に注意された。普通に注意された。負けた赤いよ。どうします。はい、ごめん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 。いいですね、成人式ね。はい、頑張りたいと思います。ご成人おめでとうございます。ご成人。おめでとうございます。決勝でも爆発してください。ありがとうございます。それではラストでございます。グレープカンパニーからランジャタイのお二人です。おめでとうございます。本当にすいません。来ました。あ、すいません。ありがとうございます。拍手やめてください。すいません。止まってます。止まっておりますよ。さあ、国崎さん。はい、僕ですね。国崎、僕ですよね。はい、ついにファイナリストになりました。ついに来ましたね。はい、ちょっと僕らの前の前がモモっていうこの彼らだったんですけど、はい、ネタが丸かぶりだったんだよね。そんなことないでしょ。絶対してない。一字一句、いやいや一字一句かぶったんですよ。私見てましたけど、一文字もかぶってませんでした。守ると攻めるで一字一句かぶったんで、本当に同じ大会なのかなと思いましたけど。そうそうそう、本当に大丈夫かと思ったんですけど。僕らマイクの前から一歩も動かなかった。そうですね。水崎さんはマイクの前にいたことがなかったですね。いたことがないですよ。ギリギリね、間に合いましたけど。間に合いました。ありがとうございます。なども、ランジャタイスタイルのまま決勝まで上がりました。聞いてた話と違ったんでね。なんか全員で出るって聞いてたんで、はい、準決勝25組全員で出るって聞いてたんで。一斉に出るって聞いてたんですか。一斉に出てなんかうわーってやって4分半で終わるって聞いてたんで。じゃあ一組だったという。一組ね、びっくりしたね、本当に。ちょっと待って、隣見て、伊藤さんの方見てください。あ、やばい、あ、やばい、俺今喋ってます。喋ってますね。じゃあ、エントリーシールどうしたの。あなただけをつけてない。エントリーシールちょっと皆さんつけてますよね。今ごめんなさい、どうした、国崎さんつけてください、失格ですよそれ。エントリーシールがですね、ごめんなさい、はい、充電なくなって今充電してますね。エントリーシールやばい、大爆笑だ。受けてる、受けてる、大爆笑じゃないですか。誰か、なんとかして誰か。国崎さん、受けてなさすぎだよ。よかった。充電どんぐらい。充電 3%。 わお、大爆笑だ。国崎さん受けてる。国崎さん、芝さんが何て言ってた。シャッター音止まりましたよ。シャッター音が止まる。国崎さん一応掲げておいてください。ちょっとインサート撮ります。すいません、はい、すいません、ね、今もう一度エントリーシートの番号の方出してたり。すいません、突然エントリーシートを充電した国崎っていうタイトルつきますから。反対でした。わお、あ、ちゃんとやってもらいます。受けすぎだ。受けすぎている。もしかしたら決勝8組でやるかもしれませんけどね。いやですよ。ここも査定に入りますよ、本当に。真面目にやってください。はい、すいません、真面目でございます。はい、ということでございまして、決勝もランジャタイワールド、はい、確立していただきましょう。はい、おめでとうございます。はい、どうもありがとうございます。さあ、それでは最後の3組の方も椅子の方に戻っていただきましょう。おめでとうございます。おめでとうございます。国崎さんが小さい声であれ出すって言いました。良かったです、 MC 良かったみたいです。さあ、ということでございまして、こちらの9組と敗者復活組を含めた計10組で第16代目の王座を争っていただきます。そしてファイナリストを厳正なる目で審査する審査員はこちらの皆さんです。はい、巨人師匠、上沼さん、そして白久師匠、富澤さん、中掛礼二さん、花輪さん、そして松本人志さんという、昨年と全く同じ審査員ということになります。さらにネタを披露する出番順でございますけども、今年もえみくじで決定いたします。皆さんの出番順は当日まで分かりません。生放送の中でくじを引いて引かれたら即漫才を披露していただくことになります。そして昨年同様、敗者復活組に関しましても、えみくじの中から敗者復活組のくじが引かれた時点で敗者復活戦を勝ち抜いた一組を発表となります。六本木ヒルズアリーナから隣のテレビ朝日へそのまま駆けつけてもらい、ネタを披露していただきます。敗者復活組が番組のどこで発表されるのか、すべてはえみくじ次第。熱々の状態で乗り込んでくるわけですから、常に臨戦態勢、ファイナリストの皆さんも気が抜けない、そういった展開になりそうです。そんな敗者復活組ですが、今年も視聴者投票によって決定いたします。12月19日日曜日、一部地域を除く午後2時55分から生放送となります。
視聴者の皆さんが面白いと思った3組を選ぶエキサイティングな投票システムとなっております。投票は M1 グランプリ公式サイトにて決勝戦が始まる直前まで行います。全国民に選べれる敗者復活組が誰なのか、こちらもぜひご期待ください。さらに決勝戦終了直後にはギャオにて M1 グランプリ事後特番を生配信。歴代ファイナリストなど実力派漫才師が大集結。 M1 を徹底的に語り尽くす内容となっております。そちらもお楽しみに。第17代目の王者となるのは一体誰なのか、今年はどんなドラマが待ち受けているのか、すべては12月19日の決勝戦、そして敗者復活戦で明らかになります。歴史的瞬間をその上でご覧ください。以上、ファイナリスト9組発表記者会見、 MC はキリンの川島明でした。どうもありがとうございました。